視聴者からいくつかコメントをいただいてます。まず読みますね。僕の考えですが、海外に出る日本人はビッグクラブに行くんじゃなくて、ビッグクラブと戦えるチームに行くべきだと思いますね。結局ワールドカップで上を目指すなら、そういう選手たちと渡り合えないといけないと思うので。その通りと思います。それは一つの条件として、強いところと当たったら鍛えられるけども、まず試合出なかったらそれが実現しないんですよ。要するにビッグクラブで行く前に、今行ってるチームに試合出る時間が短かったら、 J リーグでもっと結果出してから行った方がいいじゃないかなと思います。 J リーグではもっと出る時間が多いんじゃないかなと。向こうのビッグクラブ行かなくても出れなかったら鍛えられるのはありえないということですね。海外に行っても試合に出なかったら、そうしたらやっぱり J リーグにもう一回出直して試合いっぱいやっての方がいいっていう。中島を気に入っているように見えましたが、違った、試合に出てないからっていうのもあると思いますが、僕はね、彼が代表、結構日本でチーム点々して、なかなか自分のアイデンティティ見つからなくて、森保ジャパンになって彼が代表でね、化けたんですね。やっぱりちょうどパスってやるサッカーの中に、彼が仕掛けるって、ドリブルができるっていう新鮮さが僕はすごく感じたんです。ただちょっと長くやったら、何がマイナスになったのは、それしかできないんですよ、彼はね。プレースタイルはワンパターンっていうね。だからやっぱりもっと羽ばたくために、自分でやることも周りも生かすっていうね、そういう展開を作れるっていう、ゲームを作れるっていうところが、彼はもう自分だけでやるっていう選手になってしまったところがちょっと残念だったな。みんな忘れちゃいけないの、その代表ですごい好感度が上がる前に、日本でいろんなチームに行ってもダメだったんですね。やっぱりワンパターンではダメだということが、彼にちょっと残念だけど、もうちょっと工夫したら、技術もあればもっとこう周りを生かすとか、そういうこともあってもいいじゃないか。潰されても同じことをやったらあんまり意味ないじゃないかなと思いますね。ルジオさん、少し痩せたかな。健康に気をつけて長生きしてほしいわ。そうですね、ちょっと努力して痩せたんですけども、心配そうな顔でみんな見るからたまに太っていった方がいいかなと思う時あるんですけども、痩せるということはお金かかるんですね。僕が持っていた服全部直してもらったら、結構いい値段になったんですね。で、何が今心配で、もう一回リバウンドで太ったら、今度は小さくした服が全部ダメになるということですね。けどもやっぱりある程度ね、ある年齢になったら、健康のためにやっぱりある程度ちょっと痩せた方がいいじゃないかなと思うんですよ。ただ急に痩せたもんでね、ご心配みんなにかけて申し訳ないと思います。元気ですよ。ただね、痩せてるから長生きするっていう保証は何もないからね。けども頑張ります。個人的にセルジオさんの辛口コメントには、厳しさと優しさがあると思って好きです。これからこのチャンネルでもいろいろ企画してください。楽しみにしています。そうですね、親心ですね。確か僕の親も医者になってほしかったって、勉強しろってサッカーばっかりやっててはいけないっていうね。母親は日本に連れて帰って、僕は日本の働いてる仲間と日本に好かれてるステータスとかいろいろ見たら、医者にならなくてもよかったなって言われたんですよ。だから親心は子が成功してほしいんですよ。それだけですよ。ただそのために厳しかったよ、親はね。だから成功すればいいんですから、僕もね、早く辛口やめさせてよ。日本がもっと強くなってな。だから強くなるまで、もっと上に行くまで親の気分としてアドバイスはしたいなという感じがしますよね。でガリンチャやってペレをやったら、それが結局最初の動作にみんな動くから、返したらみんな抜かれるっていう、インサイドで行ってアウトで返すっていうね。そういうのもあるんですか？あるんです。これ早くしたら、パスするときに有効にこうやって使えるの。すごい。Vamos registrar o meu canal.